で、湘南ゴールドエナジー CEO 対一の井石畑対決、追いかけ対決でようやく1勝できて、もうほっとしました。負けちゃいました。負けたかと思いました。1勝2敗、これで。とっととバシッと終わるしね、バッティングセンター脱ボンみたいな、ね。いやもうちょっと、本当にこれ負けるかと思って、ちょっとで、ね、俺、サプライズ好きなの、本当仕込みがあるんですよ、今日。勝ちたいんですよ、本当。サプライズ仕込んでったのに、言っちゃダメ。はい、クイズを出すことですね。はい、じゃあいきます。第1問、はい、1982年3月13日に公開された映画、機動戦士ガンダム3巡り合いその辺からの問題です、はい、この作品内で甲斐紫電、隼人小林の登場機体ガンキャノンにはナンバリングがされています、はい、その番号は108109、はい、ですが、スレッガーローの登場機、はい、コアブースターのナンバリングを答えなさい。いや、わかんない、はい、A004B005C106、はい、D107、はい、どうぞ、まあ、考えてもらっていいですね、はい、D でもう直感です、ぶっちゃけ覚えてないですかね。107、はい、なるほど、森田君、はい、誤りです、はい、ですよ、正解は B です。005、はいはい、次の問題ですね。これでも宇宙世紀ですけど、これはさすがにちょっと多分チェックしたいなと思う、ちょっと俺もね勝ちに行かせてもらうんですけど、はい、コミックで展開され、後にゲームとかでも展開され、宇宙世紀の精神も組み込まれた機動戦士クロスボーンガンダム、はい、よかった、クロスボーンガンダムの宇宙世紀だね、はい、宇宙世紀なんですよ。133年、宇宙海賊クロスボーンガンダム。クロスボーンガンダムは、はい、あの主人公キンケドゥ、クロスボーンガンダム X1 で、ザビーネシャルがクロスボーンガンダム X2 敵だったね、 F91 では X2 乗ってて、ね、シーブックが、あ、そうです、キンケドゥナーという偽名をするんですよ、ね、それが X1 なんです。でザビーネが仲間になって X2、 そしてトビア・アロナクスというね木星の留学生が巻き込まれて X3 乗るんですよ。で実はこのクロスボーンガンダム X1、X2、X3 は正式な名前じゃないんです。実はサナリーがスポンサーについてまして、フォーミュラーシリーズなんですよ。あ、そうなんだ。で、この3、あのクロスボーンガンダム X3 のフォーミュラー番号を答えなさい。うわー、むずいな。1番、はい、F99、 うー、2番、F100、うん、3番、F97、そして4番、そのままそれを改造した F91。 どうなんだろう、はい、フォーミュラーシリーズでね、はい、でクロスボーンって、はい、その F90 から何年後なんだろうな。 F91 から10年後、宇宙世紀133年です。あー、いやー、C 何だったっけ、待ってください、1が F99、うん、2が F100、 C が F97、 D が F91 です。あー、もうこれもう完全いきますね、 B、 はい、F100、 F100、 不正解です。不正解です。不正解です。すいません、はい、これが、正解はフォーミュラー97、F97 なんです。あ、でちなみにこれ自分小学校の時この漫画読んで、で間に設定があったんで勝手にだからもう答えを探し直して、それで自分の誤りに気づいたんですけど、うん、X1 が F97 なんですよ、うん、だから X3 は F99 かな、99ってかっこいいじゃないですか、うん、って思って調べ直したら、今回ネットで後でググってほしいんですけど、うん、クロスボーンガンダム X1 も X2 も X3 も、はい、はい、次の問題ね。もうね、他の人みんな勝手なこと説明しますからね。はい、0対0、はい、サクサクいきましょう、じゃあね、はい、ちょっと話になっちゃうっていうか、普通にお互い補足なしでいきましょうか。はい、そうですね、はい、いきます。じゃあ僕は第2問目、はい、2024年1月26日に公開された映画、はい、機動戦士ガンダムシードフリーダムからの問題です。キラヤマトと同棲しているラックスクライの手料理が披露されました、はい、この中にはこの中から実際には作られていないものを答えなさい。A 黒豆、はい、B オニオンフライ、はい、C ロールキャベツ、はい、D 100% ビーフのグリルハンバーグキノコソース。結構むずい、なんか全部揚げ物のイメージだったの、はい、ちょっとね、これ待ってください、2問目で00ですね。00ですね、はい、じゃあいきます。はい、ガンダムシリーズ、まあ、宇宙世紀を最初アニメ化されて映像化されて、はい、その後に、まあ、いろんなねアフターウォーとか、アフターコロニーとかアフターウォーとかいろんな年代やりました、はい、まあ、この辺は今日除外なんですけども、俺もねもともと宇宙世紀大好きだったんですけど、今はねいろんなガンダム本当に好きなんですけど、じゃあ映像化した最後の宇宙世紀という年代です、はい、はい、1番
宇宙世紀178年、はい、2番宇宙世紀195年、3番宇宙世紀153年、4番宇宙世紀223年。どれでしょう？4番。はい、正解です。よし、なんで分かったんですか？なんで3問目いきます、はい、1986年3月1日から放送されたアニメ、はい、機動戦士ガンダムダブルゼータから問題です、はい、物語前半の主題歌は荒井雅人さんで、アニメじゃない、はい、夢を忘れた古い地球人よが有名ですが、後半物語の主題歌は広江純さんのサイレントボイスになります、はい、ではこのサイレントボイスが使用された放送回を答えなさい。 A 第20話から48話、B 22話から50話、 C 25話から51話、 D 26話から47話。綺麗に行くならクール性なんで D です。正解。じゃあ、まあ宇宙世紀はいろんなね、ちゃんと設定がなされてる、はい、宇宙世紀がこれググったらちゃんと出てくる設定なんですけど、始まった西暦何年でしょうという問題です。作中設定されてる、何年に宇宙世紀になったかという。ちなみにガンダムが放送されたのは1979でしたっけ？80年でしたっけ？79年。だからそれより未来には設定されてるんですよね。そうだよね。じゃあ1番1999年、2番2001年、3番2045年、4番2307年。3番。正解です。なんで分かったの？いや、なんとなくユニコーンの、はい、宇宙世紀のあの時期あったじゃない、はいはい、あの辺じゃなかったかなと思って、確かその辺の時代。ちなみにこれ引っ掛けなんですよ、これも。地球連邦政府が樹立されたのは99年です。あ、早いんだね。そうなんです。だからそれが来るかなと。あと2307年は WO を見てたら、 WO は2307年です。勝つかもしれないですね。でいきます、はい、4番2002年10月5日から放送開始されたアニメ、はい、ガンダムシートから問題です、はい、作詞モビルスーツを動かして OS に表示される単語の頭文字をつなげて、キラエモトはガンダムと呼んでいました、はいはいはい、では ZGMS、はい、X シリーズの OS に表記される表記を答えなさい、はい、ということで、ここに ABCD とあります、はい、見ていいですよ。あ、A が D で来ちゃった。誤り。あやこれは宇宙世紀に限らず入れたんですけど、はい、ちゃんと宇宙世紀とコズミックイラしか答えに入ってないものにしました、はい、モビルスーツは今まで総数ね、モビルスーツ全体ですね、いっぱい出てるんですけど、何種類かちょっと気に調べたいんですけど、その中で出た中で一番大きいモビルスーツを答えてください、はい、1番サイコガンダムマーク2、はい、2番デストロイガンダム、はい、3番 GP03 デンドロビーム、はい、4番フルアーマーダブルゼータガンダム。これは当たっちゃうな、多分。おっ、自信ある。お、いや、あ、決まっちゃう。3番 GP03 デンドロビーム。うん。違う。調べたんですよ、ちゃんと。デンドロ3デンドロビームはあくまでモビルアーマーで、ステーメンがモビルスーツです。デンドロビーム容器は135m あるんです。いや、これ多分いけない。モビルアーマーってことなの、あれ。はい、モビルアーマー、これ本当なんですよ。ちゃんと全部調べました、いろんな文献。GP03 デンドロビームはモビルアーマーで、 GP03 ステーメンがモビルスーツ。すごいいい顔してる。第5問目ですね。はい、何問やったら終わり。これで取れたら同点で、同点で裏がありますけど、いなかったら終わりです。いきます、1999年4月9日から放送されたアニメ、はい、単元ガンダムから問題です、はい、第49話月光町の話の中で、はい、ジョセフとギンガナムのやり取りについて、はい、ギンガナムが実際に話した内容を答えなさい、はい、A 戦場でな、恋人や女房の名前を呼ぶときというのはな、瀕死の兵隊が余ったらというセリフなんだよ。B 戦場で女や女房の名前を呼ぶなんていうのはな、瀕死の兵隊が余ったらという言葉なんだよ。 C 戦場で恋人や女房の名前を呼ぶなんていうのは、瀕死の兵隊が余ったらというセリフなんだよ。D 戦場でな、女や女房の名前を呼ぶときというのはな、瀕死の兵隊が余ったらという言葉なんだよ。見ていいですか？いいよ。正解は A です。正解です。よっしゃー、すげえ。やばいいいよね。自分がね、一番好きなガンダムで最後は悔いなく終わろうと思います。一番単位ガンダムが好きなんですよ。言ってたね。最後の切ない感じがね、ロランがね、
あのソシエを振って毎回泣いちゃうんですよ今。あの雪の日ですね。巻いてください巻いてください。ディナンバーをね添い遂げることを選んだ。巻いてってるよ。あので好きなんですけど、ただ今言ったエピソードと全く関係ない問題なんですけど、はい、ターンエーガンダムは実はちゃんと建造時期が設定されてるんです。はい、作中で。はいはいはい。はい、その宇宙世紀で換算すると何年か、これはどのググってもちゃんと出てくるんで合ってます。あー、わからないな。プラモの、ね、説明書に載ってたんで、はい、単鋭ガンダムの建造時期宇宙世紀換算と何年か。1番宇宙世紀6500年、2番宇宙世紀4900年、3番宇宙世紀9000年、4番宇宙世紀7800年。誤りになったらさ、延長線プラも大変の持ってるから。もう分からないで噛んでいきます。4番。負けました。俺も4だと思う。7800だから。やってた。ガンダムガンダム。やってた。皆さん。やった。サンクー！すごい立ってるだろうな。すべてのガンダムが終わった後の話だから。今のがっくりなんか。何回も世界が終わった後なので。一の E の勝利ということでよろしいでしょうか。お願いしなくていいんですか。泣きの1回。実は最後勝ったら逆転する説あります？どうしようかな。結局僕は作ったんですよ。そうだよね。どうしようかな。まあでもこれ今一番綺麗な終わり方してるよ。せっかく昨日俺スリッパ買い行って小田原に忘れて今日朝もう一回買い行ったんです。今ねセットに見えてないですけど、こちらにね、あ、そうスリッパ耐久が用意されております。オリア君のお願いだけか。なるほど。助っ人2人もね、だってね、助っ人2人も今日は同じチームですよ。お願いします。さあ一の E のせーの、なんて言うんですか。泣きの1回お願いします。どうかもう一度のうちのモリアを生かしてください。はい、心こもってねえな。めちゃくちゃ終わるぞこのまま。モリア対石綿を見たいです。お願いします。帰ろうか。この流れでね。こんなに夕方が綺麗なところでスリッパ卓球が見たい。かっこいいだろうな。石本さんの汗流す姿かっこいいだろうな。ファンの人みんな見たいだろうな。せっかくね5個ね会議あれだけしたのに作ったも全部やんないのはもったいないですよね。なっちゃんから解決だ。そんなそんなことない。石本さんは行きたいなと思う。そっちかよ。やっぱり全部勝ってこそうちの家なんじゃないですか。わかりました、わかりました。じゃあやってやりますよ。やりますよ。でもガンダムおめでとう。ありがとう。これはすごい嬉しかった。超接戦だった。集大成だと思う。途中でも飽きてましたよ。まあもうみんなね遊んでねタンポポとかこっち飛んできてあーって顔してたよね。超接戦だった。いやいやいや。じゃああれですか。スリッパ卓球で。はい。そうですね。決めるということで。決めましょう。おお。いや全然バッテン全然してない。